さんカップ戦順調でしょうか。俺は昨日も言いましたが、もうねカップ戦終わったんで、今日はねシーズンマッチをやりたいと思います。無法性なんですよね。無法性はねどんなデッキでもいいんですけど、ランキングを見てると最下層が2430ってことで、ワンチャンね1000盛りぐらい1日頑張ればできるなってことでね、まあ、休みも近いんで頑張って追いつきたいと思うんですけど、そうなるとねゆっくりしたデッキだとね基本ダメなんで、回数回せるデッキにしなくちゃいけないんで、俺は俺の好きなあのデッキを使うと思います。はい、そうです、大将でね、大将にはね新パーツ、この前の エキスパンションエディションコレクションだったかな、あのションションションガチャね、あれであのこのハーティアールを引いたんで、こいつを入れたね大将パでやっていこうと思います。大将ね、あのビーナスの方がいいってやつもいるんだけど、俺はフィニーナの回復しながら殴れる大将が好き。そんだけなんかね、ビナ大将だと神弾とかねメフィストにねカット張られてすぐ負けるんで、フィニーナの方がいいかなと思ったりもするんですけど、さあどうする、さあ何が来る、まずはそっからだな。変なの来んな、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 あー変なの来たー。こうやつに限って多分さ入ってんだよな、やべえの。あーそう、こうやつに限って絶対入ってるんですよ、あのダメカットティターニアとかそういうやつ入ってるんですよね。相手 HP クソ高いし、これ絶対回復搭載型のやつだよ、勝てねえよ。初めからなんでそんな変なのに当たんだ。竜とかさ、神は嫌だけど、ラニとかさ、その辺に当たりたいんだよな。いや、なんならリッチのコンボも痛いが、ティナウト上逃げされてもいい、全然ティナウトも、とりあえずリナか。あー、それ痛えな、どっちしろ。AK ダメージが、あーどうしようかな、これどっちもそんなに強くないが、こっちの方が出るな火力、あとあとコンボも考えると、おいしょー。で多分相手いい子だろう、ダリーなこれだよねー。2300も出て削るんだよ、23000間違えた。マカミ兄さんはまだ撃つべきじゃないような気もするんだが、でもな、罠をかけるまで撃たねえとな、やることねえからな。そのなんか次ワカミのコンボ狙えるから次置こうとかそういうことしてると負けっからね、多分お世話になって。厳しいなそれ、なんちゅうコンボ入ってんの。あーひびいな、ひびいな、マジでひびいぞそれ。カットされてるけど殴るしかないな、うん、まだこれ3000ぐらいしか出ないけど殴る。で体力ちょっとでも残ればこいつの1000の代償だけでダメージ出せるんで、7000残れば勝ち。ああいけっかな、これ通常ダメージは防げるからいった、あぶねー。最後の最後で叫んだが、危ねえ。ギリだな。いや本当はね、せっかくあの何だったっけ、あの変な駒トゲトゲのやつ、あいつをね使いたかったんですけど、せっかくならねこいつハーティアール使いたかったですけど、そんな余裕なかったら今ギリだったもん、マジで危ねえ。本当に負けたかと思った。
ちょマジできついんですよね。あ、本気できつい。いやー、今のデッキに勝ったんだ、いけえわ。おい、なんでこんな変なデッキばっか勝ったんだ。あー、さっきまでさ結構速流とかにちょこちょこ当たってたんですけど、なんか当たんなくなったな。これまあ X 滅っていいですね。ドンドン回復、これでライフが俺の方が高くなった。まあリザブロそんな削ってこないからね。大丈夫よレモラ、あ、これレモラ取った方がいいだ。意識賞金くれ。これはもうマッ、あのクラフィールでつなげます。地獄に行け。削れるうちに削っとく。カットとか置かれたらもう負けるんでね。相手クラフィール取るな多分。取らない、だったらもう削るよ。甘えだな。もっとお菓子をもらうのです。こいつを残すことによって相手はだいぶきつくなると思うんだけど。クラフィールにもこれ1万ぐらい削れるぞ。お、いいぞ。こんな時こそこれでハーティアールの活躍が見えそうな気がする。あれ転結か。だったらもう2枚返しでハーティアール打って、まず本格作ります。おいおい、なはスプラ1枚だけ、まあ、4枚返しはあるけど、竹見出しても勝てねえな多分。ああ、なんならマカミだったわ。まあダメージは痛いけど、ドア、まあ普通だったら代償できないんですよね、コンボも含め。ただこいつはね1000しか代償しないんで、こういうことができると。なはー、つえー、コンボスキルメーティスと火力一緒かよ、つえーな、つえー、マジやべえ。代償は強いんです、代償パワー強いんです、強いんです。え、今日はなんかあのアイスコーヒー、アイスコーヒー飲んでますね。吸収か、吸収に勝つにはもうね、あの削り切るしかない、それしか方法ね。地獄に行け。それしか始めないんで、吸収相手は吸われる前に倒す。あー、ガシャドクロね、それきつくね。まあ上逃げするべ。セラムか。あ、でもな、2回座れるのか、コンボ。でもこいつ2枚以上じゃなかったっけ、違うか、コンボスキルはないのか。これ負けそうだな。でも2ターンで2万削り切れるか、相手1体。そうだな、こっち逃げるよな。逃がさないように。思う人がいるのです。ピナこっちだな。逃がさないように削っていく、それしかない。まだまだ平気ね。光は闇。よしか、稲を置いて。あら、そろそろ危ないわね。
つなぐ駒におるような倒すとか来たらきついな。それなら7000か。もっとお菓子をもらうのね。ここで変な座り方しても体力さえ残ればいいぞ。見せ場来たぞ。ハーティアール1000残ればなんとかなる。爆発水平なんか1000でしょ。でこいつで1200以上残ってれば確定で勝ちだな。ほぼ、これが陽子の力です。なるほど、あくまで吸収で逃げるか。1,2,3,4,5 枚だから 10%2,400。 ここで飛ぶ。なんならメディス打った方が火力出たな。危なかった。3周メディス打った方が良かったと思う。あぶね、今ちょっとね、集中すぎて叫べなかった全然。いや強いぞ、強い、マジで本当に強いよ、マジで強い。大将やばい。てかハーティアールだったっけ、あいつやべえわ。大将が少なくて済むんで、コンボスキル結構楽ですね。後半でもコンボつなぎやすい。例えば1500しか残ってなくてあいつにつなげればメーティス2倍ってことだろ。単純にコンボスキルもう一緒だから、あいつ火力メフィストね。でメフィストね、普段だとフリー対面なんですけど、どうなのかな。もう X でいかないと負けるな多分これ。はい、まああんまり強くないですけど X でいきましょう。囲ってくるかもしれない、このぐらいだったら。あ、逃げるか、さすがにバナで逃げるのが一番嫌だ。大丈夫よ、レモラ、心配ない。イシュッケー、イシュケなら全然いいわ。来い、ネートとか。そんなに急がなくてもいいの。絶妙に弱いな、こいつじゃ。無理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 、今んとこきついな。でも相手の体力あと23000でしょ、なんとかなれそうじゃない。弱い、お前は弱い。メビストならそんな早く削れないから、だーる。無理じゃねこれ。でこれやると俺めちゃくちゃダメージ食らうや。5000ぐらい、6000か。無理だな。あー、しかもそこはやべえ。ビナとかでしょどうせ。あ、そっち行くの。うん、でも確かに辛いな。この毒ショットでも減らしたと無理だな。だから1万5000どうやって削るねん。 S ゴマ引かない。キングたちも興奮している。いや、おかしいな、おかしいな、それ。メーティス、メーティス無理だな。お前さ、何これ。さよなら。いや、さすがにこれで終われんでしょう。気づけませんでしたな。それではまたごひいき。いや、なんかこれはね、もうね、もう一戦やらせてください。泣きの一回だぜ。もうさすがにね、ダメだと思う。この終わり方はなんかしょぼい、しょぼすぎ。もうさ、もともと大将ってね、メフィストに弱いんですけど、
なんかエスゴマ引かないともう本当に勝てねえな。メフィスト体力高すぎて削りきれん。いやー終わったー。これはもう完全にオチですわ。なんならしかもこっち高校だし終わった。もう許されんぞお前、お前それは許されんぞ。もう打つけどもう無理だわこれ。 X 行きます。ライト上逃げするでしょう。あ？なんかできた？大丈夫だった？あーこれなんだろう。ワンチャンミサトの可能性あるからこいつ投げとこう。ピリキか。あれフィニアラだろ、あの初手に置いてサハロードとか。だと信じる。今置いたやつはフミアナじゃないと信じたい。おお、いけるぞ。戦いは全てを巻き込む。一つあれフミアナだもんな。僕の血が関係ねえな。私の出番だ。これはもうピリキって分かってるんで打ちます。これ勝てるべ。僕には君が必要。いけるいける。アレスもコンボ発動しねえし。あぶねえ。ありがとう。さよなら。マカム打ちたいところだけど、ここはね新キャラを使いましょう。せっかくなんで。なあ！ガルムが来たって全然平気。なあ！いや相手弱かった今のは罠が。だけど心は。さてがね、あれが発動するものだったら俺は負けてたぞ。あれがもう踏み穴って分かったからもう大胆に行動してましたけど。なるほどね。まあアレスもね結構きついんですけど、まあきついけどねなんとかなるわ今みたいな感じだったら。いやーよかった。今負けたかと思った絶対に。完全に落ちたと思ったもん。いやまだ続けさせてくれるのね。これで負けたらもう終わりましょうか。今泣きの1回モード入ってるんでね。さあ何が来る。あーメフィスト来たー。まただー。圧倒的にメフィストに弱いね。2800出せるから最初オリックの方がいいか。こいつの安い代償をやってた方がいいな。コンボスキル。はい多分伸ばしてくるから、そしたら下にイリニア置いてコンボスキル発動させるようにしたい。あー踏み穴なんか入れてねえだろさすがに。って俺の勝手な予想でも打ちます。あれアゲハだったらもうあっぱれだわ。オッケー、やっぱそうだよな。さすがにしないと思う。オッケー。角でしょ。マカミ取るかな。角かマカミ取りなら秘術の一つを見せて。なるほど。賞金首。ここであんま火力出さない。なぜならダーシャのコンボが怖いから。金魚たちも興奮しているようですが、じゃないと似て飛ばしされるからか。リッチのコンボ繋いでくるでしょここ。あなるほど。クラフィール。これはいいダメージ出るべ。なあ！回復する。トールでも飛ばんの多分。どうやら金魚たちも本気になったようですね。ラファエルはちょっと際どい。飛ぶかもしれん。
飛ぶ。一匹も救えませんでしたな。いや強くないお前。またごひいきに。いや強えよ。いやラファエルなんて普通入れてねえもん。うわ強えよ、通るかと思った。わー終わったー。なんだかんだポイントそんなに変わってないな。20ポイントぐらいか。はい、今日はねこのハーティアール入りの代償でやりました。これでちょっと回そうかな。まあ動画終わってあとはちょこちょこ回してなんとかランカーに追いつけたらいいなと思ってますが、1000ポイントは結構遠いんでね。はい、頑張ります。最後にいつも言ってるがチャンネル登録よろしく。じゃあな。